首相、信頼損なう行為続けると韓国批判、中国には融和姿勢と産経新聞が報じています、はい、衆参両院は8日の本会議で安倍晋三首相の所信表明演説に対する各党の代表質問を行った。首相は悪化する日韓関係について、日韓関係の根幹をなす日韓請求権協定の違反状態を放置し、信頼関係を損なう行為を続けていると強い口調で韓国政府を批判した。一方で中国には融和姿勢を打ち出し、両国への姿勢の違いを際立たせた。首相は、日中関係について完全に正常な軌道に戻ったと明言、来春に習近平国家主席と国賓として迎える意向を示し、あらゆるレベルの交流を拡大し、日中新時代を切り開く決意だとも述べた。答弁には中国への配慮がにじみ、香港で激化するデモ隊と警察の衝突への懸念は示さなかったと、いうことで、はい、ちょっとこれやばいですね。中国に対して、中国に対してこれはね、ちょっと今の香港の状況に対して懸念をまず発表してないですよ、はい、あの自民党がね、うん、まあ、トップ同士だから、はい、そういうことできないのかもしれないけれども、うん、でもやっぱ、尖閣域には中国の公船って、うん、マスコミ刺激したくないから公船って言ってるけど、実際武装船であって、うん、人民解放軍の下の組織の船が入ってきてるのを日本側は文句言わないで受け入れてるというか、なし崩しになって、でチベットウイグルのあの虐殺具合、実際あのハゲ坊主にしてバリカンで買って、それで、手錠して、で、あの目隠しをして、目隠しして移動させてるっていう映像まで出てきてて、もうナチスみたいなことやってんだよね、習近平って。もう人権侵害の、そうで、まあ後で、まあ、やるけれども、香港のね、ああいうふうに一日で法律決めてやるっていうことなんかも、緊急法として、ああいうのやりだすって、もうどう考えてもちょっと独裁国家としてね、あの悪質すぎると、そうですね、いう批判を日本はしなくていいのかと。しかも国賓として迎えるってことは、その弾圧はいいですよと、私たちは目をつぶりますって言ってるようなもんじゃないの。いやだからもう安倍政権、もう失敗ばっかりですよね。じゃあこれ政治的にもやっぱ今増税とかやっちゃったから、経済もちょっとこう落ち込むでしょうし、まあオリンピックあるとはいえ、それ以降がじゃあどうなるんだっていう話にもなってきますから。でそれでまあ憲法改正とだけ言ってますけど、憲法改正しかないですよね、もう安倍総理のレガシーとしては。しかも憲法改正って言ったって公明党の存在もあるし、多分まともな改正ってできないんですよ。そうね、多分あの骨抜きのね、法律にさせる妥協に妥協を重ねた会見で、あのただ初めて会見をやった総理として、まあ、歴史に名は残るでしょうけども、まあ、功績としてはどうなのかなと、いうことですよね。こうやってなんかもうアメリカにつくのか中国につくのか、どっちつかずな、もう世界情勢的にこれは大丈夫なのかなと。そう、アメリカにつくしかないですよ、ぶっちゃけ価値観としてはね、だからで、まあ、もうちょっと長いスパン考えてて、アメリカが100年戦争だやるつもりだから、今は中国からエキスを取っとこうというふうにしてるんですよって思ってるんであればいいけれども、でもやっぱ自由主義とその民主主義の価値観を持った状態でやっていかないと、あのやっぱウイグルチベットのやり方考えると、まああれを認めるっていうのはちょっとやっぱ愛知トリエンナーレを認めるみたいな感じじゃないのって思うけどね。本当に、いやだから安倍政権に対する評価っていうのも、もうこの1年ぐらいでもう大きく変わったんじゃないですかね。そうね、そうそうそう。ちょっとここでもちょっとアンケートしてみますか、安倍政権をまだ支持しますかっていう。お、他がないっていうのがあるからね。そうですね、まあ、他がないから、まあ消極的な支持、支持消極的支持、どちらでもない消極的否定とか、なんかそういう、安倍政権を支持するか、強く支持する、2番が選択肢がないから支持する、3番支持しないっていう、はい、どれでしょう。まあ世論、各社の世論調査なんかを見るとある程度まだ支持があるので、高いからね、どう、おお、選択肢がないからが 75.9、 高いね、で強く支持が 11.3、 支持しないが 12.9、 なるほど。いや本当にだから自民党内にも、
いないじゃないですか、はい、でも二階さんなんかも、うん、安倍の次は安倍みたいなこと言ってるわけじゃないですか、はい、安倍4選っていう、はい、そう、もうそれだけ人物がいないんだなと。まあそうだね、うん、本当に自民党内にもいないし、やっぱね、政界に人材がいないっていうのは確かですよ、うん、いや本当にこれは確か、うん、あの多分皆さんも政治家の人と飲み行ったりとか、うん、なんか席で会ったりするけど、うん、あ、この人はっていう人は本当に少ないなと、そうですね、いうふうに思うと思いますよ、うん、はい、あと意外と裏表があったりいないわけじゃないですよ、うん、はい、そう、 裏表はね、うん、裏表はありますよ、本当に。でも人の前ではもうすごいいいんだけども、裏ではもうこのハゲとか、そうみたいなね、違うだろうとか、もうパワハラしたりとか。裏ではパワハラはありますね、うん、いっぱいあります、もういろいろ聞きます、うん、はい、そういう人はいますし実際、はい、ということで、まあ、はい、中国にすり寄ってる日本大丈夫かという話ですね、うん、はい、カゼ君って、アニメのサウスパークって知らない？サウスパーク、海外のやつですか？アメリカのアニメで、あ、はいはい、ちょっと変なやつですよね。そうそう、デブの4人組の子供たち、はい、でもブラックジョークしか言ってないって、はいはい、もう全部アメリカンなブラックジョーク、うん、人種差別とか、はい、そういうのもずっと人をバカにしたりとか、うん、今トランプをずっとバカにしたりとかして、うん、で結局サウスパークっていうのはカナダの南側にあるっていう意味で、うんうん、はい、アメリカの場所を指してサウスパークって言うんだけど、カナダ人のことも徹底的にバカにするのがまあ信条なんだけども、はい、そこで、結局中国共産党を批判したのをやったら閲覧不可になったんですよ、中国から。それで、バスケの NBA 誤ったじゃない、うん、はい、NBA が誤ったから、うん、サウスパークの著者も結局中国の閲覧を歓迎します、共産党万歳っていう謝罪文を書いたっていうやつなんですよで、彼は結局言ってきたのが、うん、最後のその誤ってのは、 NBA のように私たちは中国の閲覧が私たちの家や心にまで入ってくるのを歓迎します、私たちは自由と民主主義よりお金を愛しています、習国家主席はプーアのプーさんには全く似ていません素晴らしき中国国民、あ、中国共産党万歳、この秋トウモロコシが豊作でありますように、ねえ中国これでいいっていう謝罪文を掲載した、煽りまくりじゃん、煽りまくりっていうね、もう完全にこれでサウスパークは全然見えなくなったということなんですけど、やっぱ中国市場を失ったと。そう、でもこういう危害がある、うん、まあ NBA でやらなかったけども、うん、アメリカの中にやっぱこういうことやる連中がいるってところが僕は、ね、アメリカの凄さだな。でも逆にそれ中国に普通にへりくだっちゃったら、うん、人気なくなるでしょうね。人気なくなる、そうそうそう、うん、でもこういうやり方だから、そうそう、あ、やったなサウスパークってなります。そうそう、サウスパークさすがだっていう感じでね、うん、クップーさんと似てません、ね、似てませんって書いたりとかしたって、ね、あえて言う人がない。そう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 、いやもうこれずっと政治問題を結構やってる、うん、漫画でね、うん、スカパーで昔日本語吹き替えでやってたんだけど、今は直接見るしかないっていうか、うん、昔ツタヤでは日本語吹き替えのやつ売ってたりとか、ね、うん、レンタルとかもしてたんだけど、今直接見ること自体が、そう、英語で見るしかないかなと思うんだけどね、はい、まあ、今結構ネットとかでも配信サービスがあるので、うん、はい、そういうので見れたりはしますけど、そうそうそう、まあ、やっぱ吹き替えですよね、うん、吹き替えとか、そう、吹き替え、うん、そう、吹き替えもサスパークの場合質がすごく良くて、うん、面白いんでぜひ、どうしようもない学校なんだよね、その言ってる 小学校が給食作ってるシェフが毎回子供たちに下ネタ言って子供たちと冷やかしたりとか、めちゃくちゃな、そうそう、めちゃくちゃなんだよ。で、担当の教師もギャルソン先生って二重人格なんだよね、はい、二重人格で自分がこういうなんか人形を持ってきてやってるんだけど、はい、その自分が本音喋れないから、うん、その人形に喋らした感じで喋らして、ダメですよハット君そんなこと言っちゃうこれは私の本音じゃないんだってそう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 、こっちが言ってるだけって、そうそうそう、言ってハット君が喋るっていうね、そういうシステムでどんどん差別発言をぶっ込んでいくっていう、ね、そういうやっぱブラックジョーク的なものは面白いですよね、はい、うん、あ、面白い面白い、限度ありますけど、そう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 、うんうん、あれはなかなかいい、まあ、それやっぱ表現の自由として、表現の自由があるっていう、うん、ああいうのはいいと思うよ、うん、本当に、うん、中国にはそれがないですからね、そうないし、本当に、うん、